一同礼。ももしきや古きの騎馬の忍ぶにも、なおあまりある昔なりけり。ただいまよりかるた始め式をご奉納させていただきます。道女とは小学生までの女の子。本日のいでたちはあこめ姿でございます。大人の女性が着用します内木の丈を短く仕立てたもので、公家道女の純正装でございます。かるた姫は高校生以上の女性です。本日のいでたちは内木姿でございます。また袴は平安時代から伝わります火袴を履いております。髪は垂れ髪、頭の中央で髪を分け長く垂らしております。では奉仕者の皆さんはご着席ください。道女6名、かるた姫6名、合わせて12名の皆様に新年初手合わせを奉納していただきます。よろしくお願いいたします。一同礼。奉納に先立ちまして神職によりますお祓いでございます。ご抵当ください。お直りください。ではカルタを取る皆さんは向かい合ってください。お座りください。では札を並べてください。本日は百人一首の100枚の札の中からそれぞれ20枚ずつ40枚の札を使って手合わせを披露していただきます。よろしくお願いいたします。最初は序歌として八坂神社の御祭神須佐能の御事の歌を読んでいただきます。八雲立つ出雲八重垣妻ごみに、八重垣作るその八重垣を。この歌の下の句をもう一度読んで次の歌を読みます。八重垣作るその八重垣を。いにしえの奈良の都の八重桜、今日ここの絵に匂い塗るかな。今読んだ歌の下の句を読んで次の歌を読み始めます。その形で時間まで手合わせをご覧いただきましょう。今日ここの絵に匂い塗るかな。紫めの梅雨もまだひぬ牧の葉に、霧立ち昇る秋の夕暮れ。
今ひとたびのお子供がな、瀬を早み岩に、これはストックインの歌です。川の流れが速いので岩にせき止められる急流が2つに分かれてもいずれは1つになるように、今は引き離されて会えなくても後にまた会おうと思っています、という歌です。割れても末に会わんとぞ思う、君がため春の野に入れて若夏摘む、我が衣手に雪は降りつつ我が衣手に雪は降りつつ風を痛み岩打つ波の己の身、砕けてものを思う頃かな、砕けてもの思う頃かな、許された門田の稲葉を訪れて足のまろやに秋風ぞ吹く、桃式や。これは純徳院の歌です。宮中の古い軒間に生えている忍草の忍ではありませんが、忍んでも忍びきれない昔ですよ、という歌です。名をあまりある昔なりけり、心あてにおらばやおらん初霜の、起き惑わせる白菊の花、起き惑わせる白菊の花、山里は冬ぞ寂しさ勝りける、人目も草も枯れると思えば、人目も草も枯れると思えば、玉のよう耐えなば耐えねながらえば、忍ぶることの弱りもぞする。それでは時間になりましたので、以上をもちまして古式かるたの手合わせを収めさせていただきます。かるた姫と道女の皆さん、ありがとうございました。それではかるた姫と道女の皆さんは一旦移動します。ありがとうございました。一同礼。お立ちください。移動をお願いします。奉納していただいた皆さんを順不動ですがご紹介しましょう。かるた姫として奉納いただいたのは、大阪なにわ会野口万愛さん、小西桜子さん、東大阪かるた会植木瑞希さん、神戸大学かるた会中島由美子さん、江口理子さん、
京都大学カルタ会橋本理子さん。道女は大阪浪速会稲森そなさん、鈴木せいなさん。京都小倉カルタ会佐藤なごみさん、三島理子さん、小谷しのさん、羽根ココナさん。以上の皆さんでした。お座りください。で、右側が京都小倉かるた会久米原啓太郎元名人です。そして向かって左側が京都小倉かるた会小林亮五段です。それでは準備をしていただきましょう。それでは札を並べていただきましょう。競技カルタは102種の100枚の札から無作為に選んだ50枚を使います。したがって半分の札は読書が読み上げてもその場に並んでいない空札です。それぞれが持ち札25枚を自分の陣地に定位置に従って並べていき、並べ終わってから15分間の暗記時間があります。また競技カルタではそれぞれの陣地、すなわち札を並べる範囲の大きさが決まっています。これを競技線と言います。競技線は横幅が87センチメートル、縦には上段中段下段の3段に並べることと決まっています。選手は読みに従って読まれた札、出札を取っていきますが、先に自分の陣地の札が0枚なくなった方が勝ちです。ですので相手の陣地の札を取った時にはそのままでは相手の陣の札が減ってしまいますので、相手に1枚札を送るというルールになっています。また相手がお手つきをした時にも札を1枚送ります。競技カルタでは札に直接触るか、読まれた札、出札を競技線、つまり並んでいる陣地から完全に払い出してしまうと取ったことになります。また出札が並んでいる陣は他の札に触ってもお手つきとはなりません。競技は全日本カルタ協会の指定序歌、古今集かな序にあるこの歌から始まります。何言わずに咲やこの花冬ごもり、今を春べと咲やこの花。競技はこの歌の下の句を読んでから次の上の句を読み上げます。以下同じように前の歌の下の句を読んで次の上の句を読むという順番で続けていきます。今を春べと咲くやこの花、背を早み岩にせかる。歌が勢いよく飛びました。もう少し読みを待ってくださいという意味があります。この辺ぐらいですね。割れても末に合わんとぞも、秋の田の狩りをのようのとまおわ。力強い鳥ですね。これは久米原元名人の鳥です。1枚札を送りました。それを小林選手が
右に入れました。我が衣では露に濡れつつ、ちはやぶる髪をもちはやぶるの歌です。竜田川、これは久米原元名人でしょうか。雲が暮れにし夜はの月かな、嘆きつつ一人ぬる夜の明くる間。これが空札です。この場に並んでいない札です。久米原元名人が残り6枚です。いかに久しきものとかは知る、あらざらんこの世のほかの思い出に、正面をお向きください。それでは競技を奉納していただいた皆さんをもう一度ご紹介しましょう。京都小倉かるた会所属、久米原啓太郎元名人。京都小倉かるた会所属、小林亮五段。そして独士は京都小倉かるた会所属、坂口上総 A 級公認独士。以上の皆さんでした。ありがとうございました。以上をもちましてかるた始め式を収めさせていただきます。かるた姫の皆さんも退場いたします。皆さんお立ちください。ご覧いただきました皆さん、お寒い中長時間にわたり本当にありがとうございました。一同礼。ご退場ください。紫めの梅雨もまだ日ぬ牧の葉に、霧立ち昇る秋の夕暮れ、吹くからに秋の草木の潮濡れば、宇部山風を嵐と揺らん、瀬を早み岩にせかるる滝川の、割れても末に会わんとぞも、桃式や古きの牙の忍ぶにも、なおあまりある昔なりけり、許されば門田の稲葉訪れて、橋のまろやに秋風増吹く、久方の光のどけき春の日に、沈心なく花の散る乱、人はいさ心も知らず、ふるさとは
花ぞ昔のカニに追いける、山側に風のかけたるしがらみは、流れも会えぬもみじなりけり、山里は冬ぞ寂しさまさりける、糸目も草も枯れると思えば、役も立つ出雲や八重垣妻ごみに、八重垣作るその八重垣を。中村ゆりでした。ありがとうございました。